皆さんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを楽しく伝える奈良市ニュースです。先週1月23日は若草山の山焼きでしたね。こちらは当日の花火の様子です。冬の寒い中で見る花火も独特で、今年もたくさんの方が奈良にお越しになりました。それでは最初は東部出張所のニュースです。1月23日に日産自動車から東部出張所に電気自動車 ENV200 が貸し出されました。日産自動車の電気自動車活用事例創発事業の審査を受け、3年間無償で借り受けることになりました。東部地区では青少年野外活動センター、月ヶ瀬福祉センター、道の駅ハリテラスに電気自動車の急速充電器を設置しています。この自然を生かすということにおいては、環境問題対応していくということが大変重要でございます。東部の地域にとりましても、こういう新しい先進的な技術や先進的な取り組みをこの東部でどんどん展開することによって、東部の魅力も高まっていくというふうに思っております。続いての話題です。皆さんのご友人ご親戚でいつか奈良市に住みたいと思っていらっしゃる方はいませんか？奈良市外にお住まいの方に奈良市の魅力を PR するイベント、奈良ラブリブなお話と食を楽しむ会をご紹介します。大阪のコモンカフェで開催したこのイベントには、市外に住むたくさんの方が参加しました。12月21日には日本茶インストラクターでお茶専門店テ&茶の店主中島由紀子さんをゲストに招いて開催。参加者は美味しいお茶の入れ方と奈良の魅力あふれるお話を楽しみました。1月24日には奈良のパン屋ミヤズブレッドの店主の森田美和さんと FM 心の DJ 小谷真美子さんをゲストに迎えて、美味しいパンを食べながらトークセッションを楽しみました。これがないとかあれはないとか言うんじゃなくて、これはある、これあれもある、いいところがあるということを感じていくと、もっと楽しいし、そういう話がしたいです。もっと、はい、いつもラジオで奈良市のお話などもね、ちょくちょくさせていただいているんですけれども、空の大きさとか星空の美しさとか空気の気持ちよさとか、そういうのも含めて、ぜひこれからも奈良の魅力を私も発見していきながら、もっともっと伝えていけたらなと思っています。奈良ラブリブなお話と食を楽しむ会を2月16日と3月13日に京都のカラスマベースで開催します。2月1日には奈良ラブリブホームページもフルオープン。インタビュー動画なども交えて奈良市への移住をお考えの方に奈良市の魅力を伝えます。ぜひご友人ご親戚にもご紹介ください。1月30日から2月5日までの奈良市の主な行事予定はご覧の通りです。2月8日から14日まで第3回受講茶会を開催します。受講茶会は茶の湯の創始者で奈良出身の茶人である受講にちなみ奈良で開催されるものです。シンポジウムが奈良100年会館で開催され、奈良の食文化をテーマに3人のパネリストが講演とパネルディスカッションを行うなど、お楽しみいただける内容となっております。そして今回新たにお茶には興味があるけれどもちょっと敷居が高いかなという方のため、奈良町で初心者体験も開催いたします。ここではお茶をいただいたり、お茶席での作法の解説を受けられたり、あるいは実際に自分でお茶を立てたりする体験もできます。お茶券シンポジウム券は奈良100年会館で、初心者体験の券は奈良市観光協会でそれぞれ販売中です。詳しくは受講茶会専用ホームページをご覧になってください。皆様の来場お待ちしております。以上、奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。